皆様明けましておめでとうございます。日本改革党豊島区議会議員くつざわりょうでございます。安倍様、井上様、三重様、石黒様、高島様、秀真美様、やむなし様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただいている方多数で、全く恐縮であります。ありがたく頂戴して今年の政治活動資金にさせていただきたいと思います。本年も日本改革党をよろしくお願いいたします。私もですけど、支部長ともどもよろしくお願いいたします。今年の目標、私の目標、がんを治す、体力を戻す。今ちょっと歩くと息切れしますんで、これを直したい。NHK スクランブルでも拉致被害者署名活動を再開する。あと選挙に向けて凱旋なんかもね、夏の参院選で当たり前を訴える。例えばですけど、世界中で日本しかやってない外国人生活保護、いやー救助、自衛のための武力放棄って他の国やってるとこあんのか。そんなね、葬式にですね、サンタの衣装で行くような日本だけ恥ずかしくねえのか、いうようなおかしいっしょってね。あとね、これもそうなんですけど、9条も外国人生活保護も撤廃なんですけど、実習制度毎年毎年ね、何百人何千人って失踪者がしてる実習制度、明らかにおかしいから、日本のためになんねえから。 NHK スクランブル、留学生超優遇の中止などなど、訴えたいと思います。アメリカなんかだと留学生は学費倍取るそうです。留学生弾圧してますね。これはですね、お前らに学問を教えてもアメリカのためにはなんねえやつらだから、ということで、アメリカでは学費が倍、留学生は。それをね、差別ってなんだって騒ぐやつもおりません。この辺がですね、日本が特殊でアメリカが普通の国なんだろうな、思います。同志を増やす、支部長ですか、参院選前に増やして一緒に頑張るか、それとも参院選の後にゆっくり増やすか、ちょっと悩み中。同志とともにまずはですね、テレビの嘘を知る人を増やします。スパイ防止法の必要性を訴えます。などなどを行います。まあね、どこまで、やれるかわかんないですけど、やれるとこまでやってみよう。今年は、体力と相談してですね、紅白歌合戦、男女で紅白に分かれることに左翼どもが文句垂れております。全然 LGBT に配慮してないよなとか言っちゃって文句垂れてますけどね。どうしてね、ごくごく少数派に多数派が遠慮して合わせなくてはいけないのか。これは多数派に従うのが民主主義ですよね。こいつらの脳みそは全く非民主主義的であるな。少数は大事にしろみたいな、少数に遠慮しろみたいな、そういうことを言っちゃってますよね。ですんでね、全く非民主主義、少数派だが俺が正しい、俺に従い、こんなこと真顔でね、何の不思議もなく言えるバカな共産主義者か外国のスパイでしょうな。まあ共産主義は甘え、共産主義は幼稚、子供。そういえばですね、大人になると普通にできることができない人、これ発達障害って言いますよね。まあ、発達障害っていうか成熟障害っていうのかな。大人として成熟できなかったアダルトチルドレンっていうんですか、そういう方もちらほらいらっしゃいますけれどもですね、実を言うと私、小学校4年生まで、通信簿にですね、始終そわそわしていて落ち着きがめっちゃないって書かれておりました。で、5年の通信簿からその書かれなくなったから、まあ治ったんでしょうね。私は小学4年生まで多動症気味であった。まあ普通に成熟するとですね、普通に治っていくもんなんですけど、
大人になっても多動症が治らないっていう人を、まあ、発達障害とか言うんですけれども、まあ、成熟障害、大人になりきれなかった方たちって、もう言えんですかね。左翼もそれだと思って、私。少数派なのに、俺に従え、俺が正しいって、おかしいじゃん。全く。子供がよ。って思うわけであります。まあ、紅白はめでたいんで、余計に憎いんでしょうね。紅白の垂れ幕とかですね、めでたい席に使うじゃないですか。で、めでたい、日本的なめでたさ。そういえば日の丸も旭日旗も紅白だし、余計に憎いんでしょう。それ見ると、苦しみ出すんですね。妖怪みたいな、吸血鬼みたいな連中もね、いることですしね。主に横の国にね。NHKBS スペシャルドキュメンタリーね。東京五輪特集。公演で東京五輪反対集会に参加したおっさんに取材して放送しておりました。そういえば、そういえばやってましたね。開会式の夜、会場の外に集まってギャー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 やってたですね。中核派の、ヘルメットがなんか、確認できましたけど、参加者は金をもらって動員されたと証言しておりました。これ NHK でやっちゃったんですよね。日雇いバイトで参加した。予定表に書かれた時間と場所に行くだけ。紙に書かれたセリフを言うだけ。ネットの反応です。知ってた。知ってるよ。やっぱ金目でしょ。プロ市民。五輪反対はただの政治闘争。どうした NHK。 NHK にしてはまともという意見ですね。今でも2ちゃんには五輪で感染拡大したと思ってるバカ多数。問題は誰がスポンサーってこと。まあ、黒幕っちゅうんですか。黒幕。黒幕が誰か、お茶を濁さず追求しろよ。ドキュメンタリーってなったらそこまでやるっていう意見がありました。まあ、いつもの共産党でしょうな。逆に無償で自発的に参加している連中は頭が激ヤバ。金ももらわんと自ら参加している連中はよっぽどだ。脳みそがいかれてる。こういう意味ですかね。元シールズメンバーも参加しておりました。開幕式の外で騒いでた連中の中にね、黒幕は一体何三党なんだろうな。全くの謎だな。シールズのデモで、共産党、某共産党のですね、まあ、日本共産党とは言いませんけど、某共産党の凱旋者使ってましたんでね、山口二郎法政大教授とかも参加してたな。渋谷にわざわざ見に行っちゃいましたもん。面白くって。なんか安倍総理の人形の頭ポコポコピコピコ、殴るですね、自転車おばさんとかですね。全く、何三党なんだろう。謎ですね。俺たち暴れたいんだっつって、途中離脱した革命派、中核派も、東京五輪反対集会には一致団結して、参加してやりました。NHK はですね、なぜここまで突っ込んで報道したかは全然謎であります。もしかして資金なんで、打ち毛は起きてんのかもしんねえなー。このおっさんは、このバイトどこで知ったの？いついつ、どこそこ行って集会に参加すれば日当はいくらいくらだよ。で予定表もらうわけじゃん。どこで知ったのこのおっさん。知ってる人だけ知ってる情報もあるんでしょうかね。実は私丸々市役所の福祉課さんね、以前ですね、こういうことがありましたって垂れ込みありまして、まあ炊き出しに並んだ人、公園とかでやってますよね。シールズの代表みたいな奥田の親父がなんか牧師でそういう活動してるんですけど、炊き出し。炊き出しに並んだ人をスカウトしてですね、まあ純粋な小遣い稼ぎ、仕事としてですね、沖縄に送り込んでたらしいであります。で、そういう方がですね、沖縄から帰ってきて、仕事ないんだ。どうしたらいいって、福祉課に相談して、今まで何やってたのっていうようなことでですね、つらつら喋ったのを、福祉課の職員さん、通報あったんですけどね、福島みずほさんが、しょっちゅう差し入れしてくれた。言ってたそうでね。まあ、70年以上ですね、
日当払って動員してたからそれ以外の集め方わかんないし出来もしないんでしょうね。何さん党だか知りませんけどね。一体黒幕は何さん党なんだ、謎だ。 NHK 長崎平和公園で恒例の元日座り込み、改めて核廃絶を訴えるだそうであります。ネットの話、中国北朝鮮の核兵器には全くだんまりの左翼ども、なんで日本でしかやらないんだ。団体名に平和なんちゃらってつくのは漏れなく共産党のフロント団体。核廃絶なら、核兵器廃絶なら核保有国でやれよ、もっともだ。あ、なんで日本でやるんだ。画像がこちらなんですけどね。まあまあ、おじいちゃんおばあちゃん寒くない元日からさっていうような絵ですよ。まあこの連中も金目でしょうね。日当もらって動員されてるんでしょうね。ざっと見30人弱いますけど、元旦から稼いでお達者なことで、通貨元日他に行くとこねえのかよなんてね、あぎれちゃいますけどね。毎年やってて今年で20回目だって。頭は弱いが体は丈夫そうで羨ましいです、私からなんかするとね。なんで核兵器のない日本で廃絶運動するのか全く謎ですよ。頭大丈夫か、体は丈夫みたいだけどさ。平和なんちゃら共産党の下部組織みたいで、一体いくつこういう団体持ってんでしょうね共産党はね。知りたいよ。20年続いてるそうで全くしつこいですよね。それともあれかな、生存確認の場として利用してんのかな。いくら仲間の NHK がですね全国報道してもですね、核兵器ない日本でやっても効果ゼロなのにこの執念、頭おかしいよな。それと費用と効果の計算ができてないよな。動員して日当払ってんだったらこの効果でこの金額は割に合わないってやめそうなもんですけどね。まあ共産主義者だからそういうのできねえんでしょうね。共産主義者の経済ってさ、みんなから徴収する、足りなければ増額する、そのぐらいしかねえもんね。でね、何に使うかは俺が決める。そんなもんしか経済の知識ねえすから、なんせ共産主義者ですからね。岸田首相年頭挨拶、コロナに打ち勝ち新しい資本主義実現目指すとか言ってたらしいんですけど、ネットの反応です。新しい資本主義ってなんだよ、一体どういうことなんだってばよ。資本主義に新しいも古いもない、そんなもんあるならとっくにできてんだろ、一体何言ってんだ。だから新資本主義の内容言えよ。意味不明すぎて精神状態が不安、こいつが喋ると株価が下がる、結局何をどうしたいのか意味不明、具体案すらなくまた口だけかっていうような散々な戦い方しておりましたね。とりあえず行ってみたっていうレベルなんだが、何か吹き込まれてるのか分かりませんけれども、周囲を財務省の官僚で固める岸田総理ね、どうせ新資本主義も財務官僚の入れ知恵なのかな。してみっと財務官僚が言いそうなこと、内容をですね予想しますと、かつての菅直人がこんなこと言ってたんですよ。財務省の完全に洗脳されてですね、不景気だから増税って言ってました。何言ってんだ、なんだその打ったら三塁に走るみたいな真似はギャグじゃねえか。不景気だったら減税してですね、可処分所得増やして消費を活発にするっていうのがこれまでのセオリーじゃねえか、各国それで成功してるじゃねえか、思うんですけど、まあ連中の理屈、財務省の理屈ではですね、増税して公金を官僚が完璧な使途と予算額を駆使すれば、つまり完全無欠に使えば景気が良くなるっていう説明だったんですよ。そんなはずできるわけねえじゃんね。つまり財務省はですね、俺たちにもっと金よこせっていうのを変な理屈こさえて増税する、景気悪いから、景気良ければいいで増税する、インフレだからとか言い出すんでしょうけどね。まあ岸田総理もですね、
完全洗脳済みでね、財務省のね。そうだよね、思ってるとしたら、あちこちで消費増税もしくはコロナ復興税とか新しい税こさえそうですね。誰かに何か言わして、消費税はこのままでは足りないから言わしてですね、新しい資本主義イコール財務官僚が支配する反社会主義、これが新しい資本主義の正体じゃないかって私は今から予想しております。当たったら褒めてください。岸田さんね、バカで新年も全然ねしね、参院選ね、自民がほどほどに負けてですね、あんまり負けて困るんですけど、引責辞任&高市総理誕生を希望します。大希望であります。日本改革党としてはですね、ライバル、一応ライバルなんで、相手は巨大ですけど、自民は一応ライバルなんで、バカ総理の方がやりやすいんですけど、まあそうは言っても増税は嫌ですよね。国家がなくなるようなことされると困るんですよね。ということで、一応ですね、そこそこ負けて、引責辞任するほど負けて、岸田総理退陣っていうのが希望であります。なんか嫌なことから逃げる性質あるみたいですから、ギャーギャー言えばあっさり辞任しそうな感じもしますけどね。よかったらチャンネル登録してください。デトックスジャパン。